聞いた。プランクを行ってもなかなか腹筋に効かない。お腹よりも腰が痛くなる。そういった方におすすめな膝つきタッププランクというのを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋苦手な方でもお腹にしっかり効く膝ついたタッププランクを紹介していきます。初級、中級、上級と3種目紹介していきます。30秒、20秒、10秒っていう風にやっていきますので、ぜひ一緒に頑張ってみてください。今回のプランクのいいところは、普通の腹筋よりも首が痛くなりにくい、腰が痛くなりにくい、なのに腹筋に効きやすいといったやり方になります。膝をつくので、できるだけ柔らかい場所で行ってください。もし硬い床の場合はタオルかなんか敷いて行ってください。そして今回のプランクのデメリットとしては、お尻を締める、お腹を締める、腰を丸めるっていうことができてないとお腹に効きにくいです。なので、お尻が上がってお腹が伸びて腰が反れてる、そういった状態でキープしても腹筋に効きにくいので、そこは動画を見ながら意識してやってみてください。それでは初級編からやっていきます。まずプランクの基本としては、肩の下よりもちょっと肘が前の方が腹筋に効く。そしてかかとの位置が前に行っちゃうと、腹筋よりも肩に重心が乗るのでお腹に効きにくい。なので、腰をしっかり丸めてかかとの位置を後ろに下げる。そうすることでお腹に効きやすくなります。それを踏まえた状態で、今回は肩の下よりも肘が少し前、スマホは顔の下、足は肩幅、かかとが前に行かないようにかかとを後ろ、この状態で体を持ち上げて腰を丸めて5秒キープ、膝をついて5秒キープ、膝上げて5秒キープといった感じで30秒やってみましょう。プランクは足に重心が乗るとお腹に効きやすいです。膝を持ち上げるときに足に力が入るので、お腹にも力が入りやすいです。お尻は必ず上がらないように腰丸めてください。腰丸めると腹筋が締まってますから、その状態をキープして30秒間、5秒おきに膝をついてください。初級編頑張っていきましょう。30秒です。動画を見ながらやってください。まずはスタンバイです。肘が前、かかとが後ろ。まずは体を持ち上げていきます。それでは行きましょう。スタート。5秒おきに膝をつきます。頑張って。はい、膝ついて。腰丸めて。はい、膝上げて。お尻締めて。はい、ついて。お尻を締めたまま。上がって。頑張ってください。あと少しです。膝ついてラスト。 OK。 次は中級編です。肘ではなく手をつきます。脇の下よりも少し前に手をつきます。肩の少し前ぐらいです。顔ぐらいの位置です。この状態でこういう感じでキープ。体が前に行かないように、この状態でキープ。膝をつく、キープ、膝つくって感じです。お尻しっかり締めてお腹は少し下げます。膝ついたらこれぐらい、前ももが床につくかなぐらいです。で、上げる。これは20秒です。頑張っていきましょう。いきます。あと5秒したら膝つきます。体は低め。はい、膝ついて上げて、息長く吐いて、膝ついて、オッケー。さあ、ラスト、上級編です。上級編はかなり低い位置でやります。もう手をしっかり前に伸ばして万歳する感じです。万歳する感じで体を持ち上げます。で、膝をつく。いきましょう。最後10秒、10秒間息を吐き続けてください。それでは行きます。スタート。頑張って。体は低く、はい、膝ついてキープ。 OK。 お疲れ様でした。
今のがもし腹筋に効きにくかったよって方はですね、息をできるだけ長く吐いてください。息を10秒間ぐらい目安で吐くともっと中に効きやすいです。そして腕と足の力を抜くことでお腹にしっかり力が入りやすいです。ポイントとしては腰を丸める、お尻を締める、お腹を締めてキープ、これがポイントになります。初級、中級、上級3種目やりましたけども、どれが一番やりやすかったよとかね、どれが一番効いたよっていうのはグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンク見てもらってフォローぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムは毎日アップしているのでぜひチェックしてください。今回もご視聴ありがとうございました。